いやあ、刹那圭介だよ。今回は6の2はやっていきたいと思います。ロードよいしょ。確かなんだろうな、前回ではやっちゃんがえらいことになったみたいな感じだったな。ざっと言うとそんな感じ。今日は珍しく早く帰宅したお母さんと2人で夕飯になった。おう、エリナは放っておくとコンビニばかりだからたまには栄養あるものを作ってあげなくちゃ。意外とイリナちゃんコンビニ弁当とかそんなんばっか食いよんじゃ。しょうがないでしょ、料理苦手なんだから。苦手なんや、なんかそれ意外やな。へえ、苦手なんやイリナちゃん。できるタイプかなって思ったんやけどな。食べる方はすごい量食べるくせにね。マジで自分で作らんくせに結構食うんだ。うるさいな。はい、なんかこの短時間でもういいなちゃんで意外性に2つ気づいたんやけど、2つも。食事をしながら、そんなどこの家庭でもあるような会話を続けていると、思い出したかのようにお母さんが、あっと声を漏らした。ん？どうかした？そういえばリーナの友達の隼人くんだったかしら。BGMK だ。最近学校を休んでるみたいね。ああそうやな、そうやで。うん、何かあったの？わからない。でももしかしたらこの前心霊スポットに行った時に何か見たのかもしれない。心霊スポット？母さんの顔色に変化が生まれる。ん？なんかあるんか？それはどの辺にある場所かしら。北東区の方の。え？母さんが箸を落とした。どうでもいいけど今の箸の落ちた時の音なんかすごいリアルだったな。あ、なんかすごい不穏な BGM 流れ始めた。母さん？あ、ごめんなさい。ちょっとうっかりしてて。俺もちょっとうっかりしたんでないか、めっちゃ噛みある。慌てて箸を拾い上げ、母さんはキッチンへと歩いていく。あなたは何か見たの？うん、何も見てないけど。そう、他には？見たって言っていた子はいる？新しい箸を出しながら、母さんはどこか挙動不審な様子でそう尋ねてくる。あかねが何か見たような感じだったけど。そうよな、あかねちゃん何もないんやな今のところ。1週間以上経ったんだろ。はやっちゃんだけっていうのがなんかちょっとなんか引っかかる気がするけど。あかねちゃんって言うと、なんて読むこれ、大森大森。いきなり名字出せるとは思わんかったけん。大森あかねちゃんだったかしら。うん、そうだけど、どうかしたの？様子がおかしい。ううん、なんでもないのよ。ほら、早く食べちゃいましょう。わ、ごまかした。これごまかした。そうは言いつつも、やはり母さんは普通じゃなかったよな。絶対何か知っとるわ。その後、お母さんはほとんど食事に手をつけず、食事を終えると、それからはずっと自室にこもって遅くまで何かしていたようだった。なんだ？翌日の学校、母さんは私が起きるよりも先に家を出て行ったようだ。結構早いんやな出勤。そんな母さんの昨日の様子が気になって、もやもやした気持ちを抱えたまま私は教室にたどり着いた。先に登校していた高志たちが私の席まで近づいてくる。どうだった高志？あ、これイリナちゃんの声か。あかねちゃんの声でやってもだ。ああ、いや、一応部屋に入れたのは入れたんだけどさ。本当？でもあれだ、なんていうか、隼人のやつ
ずっと心ここにあらずって感じでさ。一応たかしくんは入れてもらえたんやけど、なんかはやっちゃんがいつもよりテンション低いなって感じなんやな。なんだろう、何をするわけでもなくぼーっとしてて、でも時々急に怯え出したりして。怯え出す？ゆかの話や昨日ネットで調べた症状と同じである。やばいんちゃうこれ、はやっちゃん。考えたくはないが、この先の想像をしてしまうと重いため、息を吐き出すことしかできなかった。それでも一応携帯の充電はさせといた。え、充電器で撮ったんかい。今日までにみんな送ったメールだけは読んでおけよとも言っておいた。カーンって何？そんなんでどうにかなるの？あ、そうやな。アカネが突っかかる。アカネ、タカシにそんな言い方しても何も解決しないよ。ごめん。いや、実際何もできなかったわけだしな。みんなまた黙り込んでしまう。ここ1週間は毎日そんな感じだった。やっぱはやっちゃんムードメーカーだったけん、そのムードメーカーがこんなに落ち込んだらそりゃこうなるんかな。少しでも暗黙を打ち消そうと私は必死に言葉を探す。なんて読むんじゃ、親御さんか。やな、親御さんは何か言ってた？ああ、一応何度か病院には連れてってるみたいだ。でも原因はわからないみたいでさ、だからまた新しい病院を探すって言ってた。そっか、もしちゃんとした原因があって治す方法があるのなら、それが一番いいに決まっている。きっと大変だとは思うが、可能性ある限りたくさんの病院を回ってほしい。特に話すことがなくなり、また沈黙が生まれてしまう。ねえみんな。するとずっと黙っていたゆかが喋り始めた。なんだゆかちゃん。さっきあかねちゃんはああ言ったけど、もしかしたら私たちのメールを見てはやとくん元気になってくれるかもしれないじゃない。ゆかちゃん、それなら私たちはいつでもはやとくんが帰ってこられるように、いつも通りでいなきゃ。悩み続けてたってどうしようもないし。ゆかちゃん、キャラの通りのすっごい癒し系。俺そんなゆかちゃんが大好きです。それはその通りだ。私たちがあいこへ悩んだところで何の解決策も見つけられっこない。だったらハヤトは必ず回復すると信じて、いつも通りに過ごす方がいいに決まっている。そうだな、ゆかちゃんの言う通りだ。ここ最近俺たちずっとこんな調子だったもんな。だね、もう少し気楽に考えなきゃ。こっちがおかしくなっちゃいそうだし。よし、じゃあ一旦この話は置いといて、ハヤトが元気になったらみんなで何かするか考えようぜ。うん、いいなそれ。みんな明るく振る舞い始める。それはわざとらしかったが、それでも心のどこかで私もアカネもタカシも安心していたんじゃないだろうか。いいな友達って思う感覚ですね。俺友達いない。とにかく良かった。でもゆかちゃんが突然そういうみんなを奮い立たせるっていうか、元気にさせる役回りになるとは思わんかったな。やっぱ優しいわゆかちゃん。悩み続けるだけじゃなくてもいい、心配し続けなくてもいいってゆかが言ってくれたことに。とはいえ何も解決したわけではない、疑問だって残っている。母さんは何か知ってる？それだ。母さんがなんかキーパーソンみたいになってしまっとるけど、俺母さんの何も知らんのやけど。いや、何も知らんことはない。仕事がなんか研究員みたいな、それぐらいしか知らんのやけど。
今日帰ってきたら問い詰めてみよう。夜、家に帰ってお母さんの帰りを待っていると、お、これ家の方か。家の電話が鳴り始めた。急いで歩み寄り受信機を取る。すると慌てた様子の女の子の声が聞こえてきた。え、どっちや、あかねかゆかちゃんか。どっちや、本当にどっちや、本当にどっちなんや。俺ゆかちゃんボイスかあかねボイスのどっちでやればいいんや。あのうちの隼人がお邪魔していませんか。どっちでもなかった。隼人のお母さんだったわ。まあ、隼人のお母さん、隼人のお母さんってなんかすごい特別な声や言ったよな。なんだ、どんなんやったっけな。はい、そうです。それで、その、ハヤトはどちらに伺っていませんか？そちらに伺っていませんか？取り乱している。でも、今の話だけでも分かることはあった。ハヤトがいなくなったんですか？そんなの。私が、ほんの数十分買い物に行って家を開けている間に。ハヤトが、いなくなった？警察に連絡は？まだしてなくて。急いで連絡してください。あとそうだ、隼人の携帯は？持って行ったみたいなんだけど全然出てくれなくて。そうですか、わかりました。私も心当たりがある場所を探してみます。通話を終え急いで自室に戻り、携帯や財布をカバンに詰め込んで家から出る。なんかやばいことになってきた。はやちゃんとうとうやばい方向に。いや、これまでもこの一週間もやばかったけど、さらにやばくなった。いけるんかこれ。家を出てすぐ、私はまず、たかしに連絡を取って、やっぱたかしくんがすっごい、役に立つっていうか、助けになるんやな。そんなこと言ってる場合じゃないけど。ハヤトが行方不明になったことを告げると、タカシは驚いて少しの間黙った後、いいな、家に帰ってくれ。俺が探す。そんなことを言い始めた。なんで？私も探すよ。ダメだ。女の子がこんな時間に一人で。でも。わかった。じゃあ少なくとも俺と一緒に行動してくれ。一人はダメだ。いい？うん。近所のコンビニに集合することを決め、通話を終える。たかしと話したおかげで、少し冷静さを取り戻せた。そうだ、お母さんに電話。もしかしたら何か知っているかもしれない。そう思って私は、急いで母さんに電話をかける。コール音が鳴り、しばらく経ってからお母さんが電話に出た。関係ない話で通話が長くなることは避けたい。私は大きめな声でまくし立てた。母さん、隼人がいなくなったの。母さん何か知ってるんじゃないの？え？もう BGM がやばいって。なんかもう深刻な話になりつつの BGM やな。この前のセミのパーリーナ行きたいよ、こうなったら。声だけでも母さんの戸惑いが伝わってくる。それ、いつのことなの？さっきだよ、今さっき。そんな。だってまだ。まだ？まだ何？いえ、なんでもないわ。黙り込み、母さんは何かを考えている。いつまで経ってもそんな感じだったから、だんだんじれたくなってくる。私、たかしと一緒に隼人探すから切るよ。ちょっと待ちなさい。ダメよ、そんな子。最後まで聞かずに、電話を切る。ダメよ、そんなこと。って感じだったんやな。
するとすぐに折り返しの電話がかかってきたが、探すなとか家に帰れみたいなことしか言われないだろうと思って、私は無視してタカシとの待ち合わせ場所にまで急いだ。走りながらハヤトの電話に、ハヤトの携帯に電話をかける。呼び出し音は鳴るのだが、やはり出てくれない。ハヤト、どこに行ったの？あなたは何をしようとしているの？タカシと合流し、私たちはまずどこから行こうか話し合う。探すって言っても、一体どこを探したら。考えなしに家を飛び出してしまった感は否めない。仲がいいと言ってもこんな時、ハヤトが行きそうな場所なんて一つも思いつかなかった。俺がハヤちゃんどこ行くかなって考えたらどこになるかな。ハヤちゃんだろ？結構元気なやつだろ？そのハヤちゃんが行くところと言ったら、塾か？なあ、イリナ。怒らないで聞いてくれ。ん？なんだ？黙っていると、タカシが深刻な顔でそう聞き出す。何？黒い影の噂、もしハヤトがあの噂通りなのだとしたら、今あいつがしようとしていることはもしかしたら、何言って。あ、そうか、なるほど。もしあいつがその自殺しようとして家を出たんだとしたら、どこに行くと思う？これ当ててみたい。自殺願望者が行くとしたら、森の中か。はあ、ちょっと不謹慎なことって言われたけど、俺考えたの不謹慎じゃない？なんか視聴者さんすみませんと怒っている場合ではなかった。そうやな、まあそうやな。きっとタカシもそう思っているからこそこんなに言いにくそうに話しているんだろう。高い場所か、もしくは大通りに出てとか。大通りってそんなに自殺しやすいところなの？いや、わからんけど、死にくいんじゃないか、ちゃうんかな。あ、そうなんや。あっとんじゃ。うん、そんなところだろう。わからん、そんなん。きっとまだそんなに遠くまでは行っていないはず。そう決めつけて、私たちはハヤトの家の周りを探すことに決めた。行こう、イリナ。うん。ハヤト。ハヤちゃんどうしたん？よし。なんかちょっといい区切りだと思うんで、ちょっとこの辺にしておくかな。やばいね。ハヤちゃんどうしたんって感じになってしまった。ハヤちゃんいけるか？冷静に言おうけど、マジでやばいよ、これ。ハヤちゃんがあんなことになるなんて。本当に自殺しているのか、次のパートあたりでそれがわかるし、はやっちゃん、どうなるかな、次のパートで。はい。というわけで、まあ、謎も残るんですが、次のパートまでご辛抱ください。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。